コンビニエンスストアを展開するファミリーマートが長岡市の施設に献血バスの誘致を行いました。ファミリーマートではおととしから赤十字血液センターと協力し、店舗の駐車場で献血活動を行っていて、若者を中心に進む献血離れの解消に貢献していきたいとしています。